17日の東京 6R3 歳未勝利で横山武史、25イコール美穂、鈴木慎、騎乗のスマイルコレクターが4角で落馬し、競争中止となった。四角を4番手で回ったスマイルコレクターが直線入り口で前の馬に触れてつまずき、安城の横山武史が落馬。次々と後続馬が通過し、横山武史は馬場に倒れたまま動けず単価で搬送された。 関係者によると意識はあるとのことだが、7R 以降の機場を見合わせた。機種変更は以下の通り、土曜東京、7R 西のスピカ、横山武56キロ、戸崎計56キロ。8R コスモシャングリラ、横山武55キロ、戸崎計55キロ。9R アドマイアベル、横山武55キロ、三浦55キロ。12R シルバーニース。 横山武志56キロ、三浦56キロ。